皆さん枕どうなってますか。これですね、枕とマットレス合ってますか。どういう枕がいいか全く分かりませんという方はですね、先生はっきり言ってますね、寝て仰向けになって横に一回になってみてください。つまり肩が接している状態になってみてください。なった時にですね、おでこ、鼻、顎、そして胸の真ん中が直線になっている枕はいい枕、つまりそれぐらいの高さです。こうなってたらダメですよ、こうなっててもダメですよ。これ枕がでかい、これ枕が低い、そういうことですよね。へこんだ時にここになる、ちょうどよき枕。こうなってたけどへこんだらこうなる、頭の重みでこうなる、横にした時こうなる、こうぴったりまっすぐになってますっていう状態の枕を用意してほしいと。シンプルに考えたらそうですよね。だって普通にグッて寝返り打つわけですよ。寝返りって大事なんですよ。寝返りっていうのは体への圧力とか温度っていうものを調節するんで、寝返りが打ちづらいっていうベッド、布団、これまず論外なんですね。それは寝返りを打って横になってる時に顔が歪んでるってことなんですよ。どこかにストレスがかかるわけですね。なので寝苦しいわけですよ。